株式会社岩波住宅販売士の西川です。空間デザイナーの杉山です。新人の空間デザイナー黒木です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は悠長千鳥ヶ丘の完成したお家を現物を見てご紹介させていただきます。今回のお家のコンセプトは家族の時間を大切にする掘りごたつのあるおしゃれな平屋です。それではご案内いたします。レッツゴー。全体の外壁はケイミュー、モダンスリット、アトランティックチタンブルーのカラーを使用し、玄関アクセントの外壁には日波のキャスティングウッドミディアムブラウンを採用しました。木目の玄関ドアはリクシルの M13 型クリエモカです。アクセント外壁と同じ色味でシンプルに仕上がりました。軒天やトイをホワイトにし、全体の薄すぎないブルーが爽やかさを引き立たせてくれる外観になりました。玄関の右手にはトイレになっています。奥のアクセントクロスという飾りがすごく可愛いですね。ありがとうございます。こちらはお施主様がブルーのクロスを採用したいということで、外観の雰囲気にも似せたような雰囲気にしています。あとこちらのトイレの照明が、さっき入ったんですけど、こう人感センサーになっているので、あのトイレの電気を消し忘れる電子ができると思います。こちらのトイレはデイシアというタンクがあるものになるんですけど、デイシアのトイレを採用しています。こちらはリクシルのトイレ収納になっております。この上の段はトイレットペーパーの収納だったり、あとこちらは小物を置いたり、芳香剤を置いたり、こちらの下は掃除用品を入れたりすることができるので、たっぷり収納ができます。はい、廊下から左手ですね。こちらが LDK になります。で、この LDK は特にこの施主様のこだわりのポイントがですね、たくさん詰まった空間になっています。その奥にはですね、掘りごたつを採用しておりまして、非常にこの家族の団らんという時間を大切にしたいということで、掘りごたつこだわりのある空間和室を作らせていただいております。またですね、キッチンにもこだわりがありますのでご紹介させていただきます。まずですね、この大きなスパイスラックになるんですけれども、施主様は奥様非常に料理がお好きということで、数多くのスパイスを使った料理、そういった料理を楽しみたいということで、通常より大きめなスパイスラックを採用させていただいております。その分ちょっとコンセントの場所は実はあれないじゃないかというところなんですけれども、2階側にコンセントを設置することで調理家電ですねを使う時にも、コードが邪魔にならないというような部分も意識されて設置されています。また料理好きの奥様のまたこだわりのポイントが3口の IH ですね。で、同時に料理が作っていただける状況、こういったですねグリルも深いものを採用することで料理のバリエーションを増やした、本当にキッチンに特化した、イメージを持ってこのシステムキッチンを選ばれております。大きなキッチンで特にステンレスを採用しているのはすごく珍しいなっていうふうに感じたんですけども。そうですよね、比較的ステンレストップを選ばれるって実は今珍しいシーンになるんですけども、これはですね、もともと住まれてたお家がガスを使われてたんですが、その際にですね、家事動線の中でやっぱり鍋をですね隣に置いてしまうっていう奥様のお声がありまして、もともと人工大理石のトップ使ってらっしゃったんですけど、変色されたっていう声からですね、今回こういったステンレスを採用させていただいてます。かつこういったエンボス加工になっているので、へこみなどにも比較的強い素材になってますので、安心して使っていただける、これも環境かなという選択肢になっています。こちらはキッチンの横にありますトントリーとしてお使いいただける収納庫になっております。こちらの奥行きは50センチあります。棚が 28.5 センチの棚を入れてますので、食材など入れていただけるかなと思います。で、両開きになっているので、こっちにも収納ができるので結構たくさん入るかなと思います。下にお米とかお水なんかも収納されるとお聞きしてます。こちらのスペースなんですけれども、奥様がですね DM を書かれたりですね、あとレシピブックの管理
をキッチンとの一番近い動線で行いたいということで設置させていただいております。やはりこだわりのポイントになります。あとですね、こちらのカウンターなんですけれども、ダイニングテーブルの椅子と併用できるように、ダイニングテーブルが約72センチのものが多いんですけれども、こちらのカウンターも合わせて椅子が使えるようにしております。あとカウンターをつけていろいろ飾ったり、あとレシピ本も置かれるっていうふうに言われておりました。ちなみにこの距離感はですね、ダイニングにも近くて、キッチンにも近いということで、非常に便利な位置に空間を作らせていただいております。普通のペンダントライトとてもおしゃれですね。ありがとうございます。こちらのペンダントライトはオーデリックというところの照明になっています。こちらはお気泡が入ったようなデザインになっていまして、お選手様のお気に入りです。もうちょっと明かりが足りないなとか、あとスポットライトを追加したいなという時に追加でこうつけられるので、ベルもとても便利です。こちらのカーテンもちょっと変わってるなというふうに感じたんですけどね。ありがとうございます。こちらのカーテンはハニコムスクリーンという日米の商品になっておりまして、折り重なって蛇腹の構造になっているので、空気の層ができて、そのおかげで高い断熱性も保たれる機能性と、あと見た目もすごいスタイリッシュにまとまるので、おしゃれなカーテンになっています。セシサマのこだわりの掘りごたつなんですけれども、商品としてはパナソニックの商品を採用しております。通常の掘りごたつのキットであれば、ちょっとこの足元ですね、足元なんですが、基礎に直接としてもこうはめ込むようなイメージになってしまうので、なかなか既製品の断熱だけだとですね、足元少し冬場の心配がありますので、セシ様とお話して断熱を少し強化する形で冬場の対策も立っております。当然掘りごたつが入れば高いんですけど、足元の対策までしっかりとさせていただきます。こちらのテレビ台はリクシルのビータスという商品になっております。お客様が、壁掛けのテレビを採用されたいということで、でも配線を見せたくないとおっしゃってましたので、営業の方からこちら提案させていただきました。こちらの和室のテーマは和モダンになっておりまして、先ほどのカーテンと同様ハニカムスクリーンを採用しています。色味をグレーとスモークオークで揃えてワモダンで仕上げました。これよりもすごく可愛いですね。ありがとうございます。こちらは3月のカメラになっております。結構どんなテイストでもブルーグレーのようなクロスは今とても人気なカラーになっています。こちらのダウンライトは形が四角なんですね。和室のイメージに合わせて柵のダウンライトを採用しています。こちらも、調光調色になっていますので、仕事をされる時とかは明るい光で作業ができる空間になっています。和室の扉に関しては3枚の型引きを採用させていただいております。まず閉めておくと和室としてのしっかり空間を維持できるんですけれども、開いていただくことでですね、開くことによって広々とした LDK を実現させていただいております。リビングからの扉を開けると、こちらが主寝室になります。サイズとしては 8.7 畳の主寝室、かつ在宅ワークをされるセッサムになりますので、在宅スペースも合わせ持った主寝室となっております。こちらのトイレですが、造作で作っていただきました。ご夫婦で在宅勤務をされるということで、引き止めのスロット引き出しになっています。横幅が2メーターあります。その他にもサイドに本棚を置いたりするスペースも十分確保できているので、作業もしやすいかなと思います。こちらの電気も、白い光の調光ができるタイプなので、すごく便利に使っていただけます。寝室っていうとシーリングライトが多いイメージなんですけども、ここはダウンライトなんですね。はい、こちらは最初からのお寝室様のご要望でして、こちらにベッドがいて、こちらのベッドヘッドなんですけれども、こちらで入り切りとあと調光もできるようにしているので、寝てもうマネキューのような体でしていただけると、夜中にもすごく便利に使っていただけると思います。
寝室からはですね、こちらの扉を開けるとウォークスルーのクローゼットにつながっております。左右に分けることによって奥様とご主人様それぞれのお洋服を分けて管理することができるような作りとなっております。ウォークスルーのクローゼットを抜けるとですね、こちらが洗面につながっている間取りとなっております。リクシルのルミシスという洗面の種類になっています。こちらはタッチレスでライトがつく仕様になっておりまして、たくさん収納ができるのがポイントになっています。下にスペースがあると思うんですけど、これはどういう風に使われるんですか？はい、こちらのスペースはですね、奥様がお化粧する際にこちらにスツールを置いていただいて化粧ができるスペースになっていますので、ドレッサー代わりになるかなと思います。壁のデザインがすごく可愛いなというふうに思ったんですけど。可愛いですよね、こちら、はい、こちらは本物のタイルで、リクシルのミックスモザイクタイルも使用しています。白と、あと奥さんグレーがすごいお好みだということで、こちらのタイルも白とちょっとツヤっとしたようなグレーの入った配色をご提案させていただきました。洗面からはですね、こちらのドアを開けますとランドリーにつながっておきます。ランドリーに関しましては基本的に部屋干しをされるという流れで、天井からですね、昇降タイプの部屋干しですね、採用させていただいて、奥様のご身長に合わせて、また同じ衣類の高さに合わせて調整できるように準備させていただいております。こちらのカーセルジのガラスなんですが、ポイントがありまして、トリプルサッシュプラス2泊ガラスを採用することによって非常に防犯性も高めている仕様になっております。こちらがバスルームになっております。もうすごく広々としてていいですね。そうですね、まずご主人様がお風呂に入ることが非常に好きという方で、1日2回入られるということで、サイズの方も1818というサイズを採用させていただきます。で、かつですね、こういったちょっとベンチスタイルの浴室、浴槽を使うことによって、1日を2回の入浴に関しても約1回の入浴で約50リッターですね、節水できるということで、こういったデザインも採用をさせていただいております。浴室のパネルなんですけれども、全面パネルを採用させていただいております。こちらはセスタムの希望でホワイトストーンという素材を使い、よりこう広い空間を実現させていただいております。かつですね、照明なんですけれども、通常の角につく照明、こちらもですね、より明るさをということで、こういった形で2個付けの照明にすることで、浴室内の明るさをさらに向上させております。で、こちらの窓なんですけれども、浴室の冬場などは比較的温度差が出やすい場所ということで、こちらのガラスもですね、トリプルサッシを採用することで、より温度変化の少ない環境を実現しております。これでですね、本日のルームツアーの終了させていただきたいと思います。本日のルームツアーいかがだったでしょうか？これからも岩波で建てたお家をご紹介していくので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。